ほいほい、続きをやっていきましょ。たく、小さくなりやがって。ブロックランド。赤色番ねー。チルノの番多くねー。天才だからでしょ。関係ねえよ。っていうか天才じゃねえよ。それより、この BGM 初めて聞きましたね。この BGM はスーパーマリオ 3D ランドで流れてたよ。実況はしてないけど、全制覇したなー。ふん。まああんたは無類のマリオ好きだからね。はいみんな、チルノちゃんの前にひれ伏すのよー。プロデッタのデカキノコか。巨大姿でも美しいですね。やっぱり赤いったら最強ねー。どうしたらそうなるんだよ。チルノ、あんまりブロック壊しすぎちゃダメよ。うん、グリーンスター取れなくなっちゃうからね。しょうがないわね。チルノ、ここの下にハンコがあるわよ。ほらほらで、チルノ落ち着け。なんで取れないのよ。でかいからだろ。なんででかいのよ。でかキノコ取ったからだろ。何コントしてんだよ。してないよ。ふう、ようやく戻ったわね。とりあえずハンコはオッケーね。グリーンスターは上にあるからね。こっちね。あれ、チルノちゃん、届かないんじゃない。こんなのゴリ押しでいけちゃうわよ。ほらね。さすが霊夢に教わっただけあるな。私はプレイが上手いからね。ゴリ押しっていう意味だろ。誰がゴリラだって言ってないから。ふ、そんなこと言ってる間に華麗にグリーンスターをゲットね。次のエリアに行くわよ。おう。ていうかこのステージ、でかいブロックが多いよな。そうですね。壊すのがものすごく大変そうです。ヨウムは壊すの得意そうだけど。あ、いや違います。僕の勘違いでした。何やってんのよ。あ、ここに何かあるみたいね。お、このハスーツか。これはかなり有利だな。そうね、そしてあのグレーのブロックにグリーンスターがあるわよ。こいつでリア充を爆発させればいいのね。なんでリア充なんだよ。最後のグリーンスターはどこかな。聞いてねえし。最後は一番奥にあるわよ。でも、同時進行でキーコインも5枚集めてね。わかった。適当に集めてればなんとかなるわよね。きっとなんとかなるなる。なるるる。なんだよそれ。バカが二人もいる。得がつけられないな。あの人の間違いじゃないの。それって自分がバカって認めてるんじゃねえのか。あわ、チルノ、右のブロックの奥にグリーンスターがあるからね。わかった。また爆発させればいいのね。うん、華麗に頼むわよ。ここ一でいいかしら。華麗じゃなくて華麗な。マリサは突っ込みどころが多くなってよかったね。別に突っ込みたいわけじゃないからな。そんなこと言ってるからこのハスーツなくなっちゃったじゃないの。それは知らねえよ。そして最後のグリーンスターをゲット。相変わらずのスルースキルだね。全て計算してやってるからね。あ、もうそういうことでいいや。キーコインも5枚集まったみたいですね。うん、結構平和な感じで終われそうだね。ダメージ食らってたけどな。ゴールボール頂上を取ればいいのよね。ロゼッタの能力さえあれば。ほい。うん、簡単簡単。チルノ、なかなかうまいな。そりゃまあ24時間ゲーム三昧の生活してるからね。それはやりすぎだろ。たく、チルノがいると実況が無茶苦茶ね。お前がいてもいつも無茶苦茶だぞ。それは言えてる。なんでそうなるのよ。僕なんだってそうじゃないの。僕は違うって。いや実際そうだったりしますよ。ちょっとヨウムちゃん。皆さん、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方は、ぜひチャンネル登録、高評価をよろしくなんだぜ。なお、ポコニャンの限定メルマガに登録すると、ポコニャンの動画など、最新情報やお得情報がメールで届くわよ。気になった方は、ぜひメルマガ登録をしてくださいね。チャンネル登録は左側をクリック。メルマガ登録は右側をクリックするんだぜ。スマホ、タブレットの方は、動画の概要欄にリンクを貼っておくので、そちらをタップしてね。それではまた、明日の動画でお会いしましょう。この次にも、ゆっくりしていってね。